どうも、おはるすみたいほうです。どうも、その念願です。どうも、せめてきゅうやんです。あれ、なんか念願さん、ちょっと痩せた？あ、ちょっと夏やし、頑張ろうかなと。頑張りすぎやろ、これ。頑張って、ちょっとなんか性転換してもうたね、なんかね。じゃ、髪も伸び、髪伸び伸びやね。髪も茶色も、しかもなんかストレートみたいになって、ちょっと調子狂うなのも、ちょっとあれですか、リップ変えました。あ、確かに鋭い。え、化粧水 何使ってます？何のメーカー使ってる？最近は、北潤。ダウト。電眼は化粧水使いません。使いません。誰だ、名を名乗れ。たまるでした。ただの、あ、ただのたまる、あすかさん。ごめんか、はい、お前が例の噂のもうええもうええあれや、俺が、あ、俺が、俺が電眼や。よかった。全然わからなかった。この安心感ある。しがらき焼きのたぬきみたいな安心感ある。はい、というわけで、はい、まあ、今回ね、たまる嫁飛鳥さんが来てます。いや、みんなに嫁が来てくれて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、というわけでね、最近ね、まあ、お二人結婚したらしいです。結婚しましたね。風の噂で聞きましたけどね。風の噂でね、ツイッターで見ましたけど、本当に一番びっくりしたことだけを言うと、二宮くんが概要欄に書いてある。それがあれやばい、本当に。とわの愛近いよ。とわの愛です。そう、100年先。100年先も愛をさ、違うよ、はい、まあでも僕でも健康的に100年後、多分100年後はちょっと健康寿命的に、健康寿命的に、はい、ただ、はい、100年の愛を誓おうが、はい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 、僕らは認めてへんよな。まあ、はい。お前ちょっとちゃんとやれって思う。俺らは認めてないっすよ。はいはい、認めてない、親、両家顔合わせしてるやろ。あ、両家顔合わせ、俺ら顔合わせされてへんからね。ああ、確かに確かに確かに。だって、トナルは俺が育てないから。ああ、すいません、いただいちゃった。そう、確かに言えやろ。確かに、ちゃんは電源を二十歳まで育てた。確かに。でも、20から30までは俺とキムが育てたから。確かに。こっからはもう最後のね、関門、これは姑です。お前、姑やった。姑だ。どんな立場だよ、お前ら。というわけで、今回の企画はですね、はい、電眼嫁飛鳥ちゃん VS 花尾電眼メンバー、どっちが電眼のこと知ってるのー。よっしゃー。いやー、もう気になるわ、これ。これの勝敗が気になって今日も眠れません。飛鳥ちゃん VS 僕ら2人のコンビペア、はいはいはい、まあ、当然ね、僕らの方が有利なんです。というのは、そのやっぱ、まあ、同棲されてるわけですから、はい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 、濃いね、時間を二人長いこと一緒にいるわけじゃないですか。まあ、それは一番長くいるんじゃないですか、さすがに今は。ただ、はい、今回、アスカちゃん負けた暁には、これちょっと申し訳ないけど、ニノ君には間違いでした。いや、ちょっと待って、しんどいしんどいしんどい。はい、というわけで、戦っていきたいと思います。メガネマジのミス電眼の親父、笑顔少ながち。正解正解。あ、俺らは2回答できる。あ、でも2人正解しててもそれ 1ポイント。どっちかが正解してたら OK ってことね。そうそうそう、はい、なるほど。はい、ということで VTR をですね、見ていただきます。 VTR 形式。好きな食べ物は。なるほど、こちらですね。これはもうさすがに、さすがにまだボケ時じゃないですよね。ボケ時じゃないですよね。全然変わらない。でも2人のうち片方はボケれるっていう考え方。確かにね。これはやっぱあれですよね。じゃあ回答、はい、せーの、はい、じゃあこっちから。何？プリン。オムライス。ポムの木。ポムの木、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 ポムの木。はい、それでは回答見てみましょう。これはですね、オムライスです。はい、はい、ポムの木。まさかの100年先も愛を誓ってるんですか。俺この前もオムライス作ったもん。確かに。でもプリンも買ってきてくれたんや。そう、その2択、その2択ね。そうなんですよ、プリンも好きなんですけど、ね、何が好きかって言った際にデザート出てこないですね、電眼さんって。なるほど、確かに。そうだよね。そうだすごい、プロいる。プロや、プロや。はい、では次の問題。はい、好きな野球選手は。これはい、お願いします。これはいや、でもあすかちゃんもあれ、野球選手とか知ってるんですかね。あ、今週も行きましたでしょ。あ、ここ2日前阪神戦見に行ってます。うんうんうん、せーの、佐藤選手。あ、赤星選手。バースかけ方かな。あ、選手かくな、お前。おそれ一単語みたいに言うなよ、お前。一単語違う。これはめちゃよく聞くね。バースかけ方かな。電眼が呪文のように呪文のように言うてますけども、はい。まあ、佐藤輝明。あー、お前。そうかな。い
いやまあね、俺らが現役、子供の時は、うん、赤星、檜山、もうこの2人がもう2大巨頭やったので、はい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 、檜山、赤星は、うん、0.5 ポイントにします。ありがとうございます、はい、ということで、ありがとうございます、檜山、赤星、どっちかかけてたら 0.5 ポイント、佐藤選手かけてたら1ポイント、やったー、アスカ1ポイント、これユニフォームが今年買ってるのが佐藤選手のやつだったから、およくおあ、そう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 、いや、それやっぱ読めやな、やっぱそうそうそう、よかった、はい、じゃあ次行きましょう、はい、1億円あったら何がしたい、はい、これはまあなかなかのね難しい問題ですけど、はい、これありましたね、はい、この、これは一個落とせんからやっぱその嫁には負けたくないっていうプライドがある、はい、なんで、すごい、ということで、せーの、ちょっとリッチに海外旅行、絶対ない、絶対ない、競馬で一番倍率低いやつに全突破、なるほど、お前すごい言われてるな、来たるべき時が来るまで貯金、おお、なるほど、そうな、いや、そうなん、そう言ってた、お前の中の念が、いや、言ってないっす、え、じゃあ、じゃあ、書くなよ、言ってなかったんかい、なんかざっくり言ってるやん、せいに、なんかどっか行きたいなぁけど飛行機狭いの嫌やからビジネスがいいなぁみたいなのを言ってるなと思って両方組み込んで、念願はね、結婚式の金を競馬で稼ぐような男なんですよこの前富山の結婚式行った時に、うんうんうん、行きの車で最初ちょっとやってたんや競馬を、うんうんうん、4万8千円ぐらい当たっちゃって、おーすごい、それで冗談で衆議院稼いだみたいな話で盛り上がったよ盛り上がった電話さんって自分の夢を叶えるのはなんかこう自分の稼いだお金でしたいみたいな雰囲気あるんでお前もうよく見えてるかもしれへん、その発言、こういうなんかこういう条件とかはなんか適当に使うみたいな、ああそうそう、分かる、分かる、分かる、俺もお前と同じ意見正解はこちらです、アスカと世界一周かな、おい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 、丸くなったな、お前は丸くなったな、これ、これは、これはほぼ正解だよ、アスカと世界一周、俺らとじゃなくて俺らは、じゃ続きましての問題いきますか、お前なんかもう電源じゃない、もうお前ええよ、お前遊ぼうや一緒にお前も遊ぼうや、次の問題です、座右の銘は、今俺ドヤ顔してたんだ言ったろみたいな、鼻息すごかったな来たなみたいな、よう見てるわ俺のこと座右の銘、悩みすぎちゃうお前お前何しらしてんの、座右の漢字、あ、漢字、あ、座右の銘天眼とか調べてるかと思った、座右の銘天眼とか調べてるか、いや、そうだね、めっちゃ負けんだよ、じゃあ、まあ、持ち込み買わなんで、この試験、あ、そうだ持ち込み買わない、勝手に調べて、調べても、調べていいって言うてるけど、何を、どこに当てがあんねん、それが出てきた答えが、どこに当てあんねん、お前ら、なんで一番近い人間が、なんで遠い人間に聞くねん、相方の嫁がネット民に頼るな、それだ、せーの、はい、真実、誠実、謙虚、リミット N 無限の 1N 乗は1だけど、リミット N 無限の 1.01 は無限です、あ、なるほど、つまり努力の積み重ねということですね、和を持ってたとしますショートク大事、まあまあまあ10万もね、まあ10万、確かにこれはでもチーム電眼ね、チーム電眼、チーム電眼、なるほどなるほど、はい、まあなんだろうな、1番はまあ知識は宝箱ですかね、まず言うてへんやん、これ本に書いてますから、あーもう僕の本を読んでたら答えられる、いや無数、いやこれも書いてるやろ、どうやって、いやこれが正解でございます、知識や宝箱、知識やドラクエの宝箱っていう賞があるんですよ、あー、ね、この知識いついんねんみたいなやつも一旦武器として拾っとこうねみたいな項目があるんですよね、はいはい、じゃあ続いての問題いきましょう、はいはい、念願の今の夢は、また鼻息吸った、あーまたでもプレイヤーは結構マジでんの可能性あるよ、マジでんてか僕は単純にちゃんと僕は回答してこのチームどっちが勝つか普通に見たいんで、なるほど、ボケられない戦いがそこにある、あんまり2パターンあるんですよ、なるほどなるほど、2パターンって分かる分かるよ、壮大か日常かっていう、 どこに幸せを見出すかってことなんですよね、はい、目標を追いかけることによる幸せか、それとも日常を守ることによる幸せか、プライベートの夢か仕事の夢かってことで、まあそうそう、でも最近はだから、でもこれはやっぱ丸くなってる、丸電やから最近、そうな、丸電ってことは家族系にシフトした方がいい可能性あるよね、じゃあ俺丸電でいくわ、あー、わかりました、トカ電、トカ電でいきましょう、ダメだダリロリラーン、ダリロリラーン、テテレテレ、違う違う違う、あ、そうそうそう、テテテテ
なんで知ってんねん。なんで知ってんねん。せーの、アイコン。勉強が苦手な学生さんに考え方、経験を伝えていく。一軒家を建てて、友達呼んで、パーティーする。なるほど。いいところありますね。なるほど。俺のた知識を次世代につなげたい。あー、まあ、ここ二人似てるね。ほぼ同じこと言ってます。似てるね。ちょっと、大口間違えた。はい。今出会ってる人と、ずっと仲良くいる。まあ、特に、アスカと66歳まで仲いい夫婦である状態、これ2点です。これかけたらまるでいいやこいつ、まるでいいやまるでいいやこれは、まるでいいやこれは、これが一番点上げていいから。そうやろ、そうやろ、これは点上げていいと。友達ってのがキーワードなんですよ。友達とか、いやそうそうそう、今ともすでに出会ってる人ってのがキーワードで、そう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 、まあ、もちろんそういうと、これも夢やで。もう30代を楽しく生きるっていうのが彼の、あの30代の生き方なんで、そう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 、そこを考えると必然的にこう友達と楽しくワイワイやるっていうのがやっぱ上がってくるんじゃないかな。で、友達と妻両方かけたら2点と。あそういう簡単で、友達がかけてるんで、まあでも嫁っていると当たり前にいますけどね、ここにはだって一軒家いるんやからまあでもこれはまあでも1点かな。これは1点でいいっす、これは。しゃあ、そうそうそう、皆さん来てくださいね。そうそうそう、あのいずれ、ね、何十年後かも、まあまあいいか、どうしようかな。いやねんな、お前らほんまもう呼ばんわこいつら。俺だけだけど、家だって遠かったら、遠かったら無理やで。本当に遠くても来いよ、ほんま。その時までトガデンだったら行きますよ。あお前呼ばへん、もうこいつ呼ばへん、こいつ呼ばへん、もうこれ面倒くさい、面倒くさい、こいつ呼ばへん。で、呼ばんかった呼ばんかったこいつ怒るんや。めちゃめちゃ怒るんや。こいつ呼ばんかった呼ばんかった、何呼ばんやんねんって怒るんや。じゃあいいよ、次の問題いきましょう。いきましょう。タイプの女性は、これでも絶対もうだってさ、下手なこと言えへんや。これでもヒント、ヒント言わして。うん、ちょっと間違えた、なんか間違えた、間違えた。せーの、ドン。意味わからんノリにもちゃんと乗ってくれる。あー、まず自然体で楽しめる人、この人は何を言っても大丈夫なんだって信用できる人、まあ考え方っすよね。めっちゃもうこれ5点ぐらいあげれるけどすごい言い方が、はいはいはい。で、俺にプニプニを供給してくれる人。あ、言ってたそれ言ってた、プニプニね。これ積分サークルの第1回電眼王の時に僕が言った答えです。よく覚えてたな、そんな前で、ね、それをさ、妻の前で言わんとったよそれをさ、俺がそれが何かを言わなあかんのまあ、カオヤと、ニジュウヤとリオ、トゥワイスヤとミナっていうメンバーがいるんやけど、これが結構タイプ。間違えてるよ、それは。間違えてるよ、間違えてる、これは間違えてる、間違えてるよな、これ。いやいやいや、何のためにこの企画を開いてるかってことを考えたら、奥さんのことを言うのが筋って思うんじゃないですか。えそうですね、そりゃそうやね、そりゃそうや、ね、いいこと言うじゃねえかお前まあでも、それはまあ当たり前かなと思って避けたんです。あー、なるほど、ね、妻はタイプというか、もっと先にいるから。でも今あれや、今俺は勝ってるっけ。そうです、2対 2.5 です。2対 2.5、 ギリギリやな、はいはいはい。じゃあ次行きましょうか。行きましょう。はい、花尾伝願関沢メンバーで結婚するなら誰。これはもうだから、十何択じゃないですか。メンバーが正解で1点、理由正解で2点。まあ、キム・ヒョジュンでないことは確かっすねそうだね。なんで、なんでそう思う。いや、だって僕も嫌っすもんでも、なんで俺と結婚するの嫌なんですか。あ、いや、違う、僕と結婚するの嫌って。あ、そういうことね。いや、僕はレンガさん、いいっすよ、結構、全然それは草です。前も何やねん、ほんま。回答どうぞ、せーの、ドン。なら、一番落ち着くから。はい、僕はルンと。理由は、犯罪者に詳しいからはい、じゃあお前は。うわ、橋系、一番人としてまともだから。うわー、でも、こっちやっぱ有利やな。2人かける。確かにね、これ有利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 。まあ、まず鼻をはないっすね。あなた友達でいたいな。わかるよ、わかるよ。結婚って言うと違う気がするな。ルントじゃない、ルント母性ありそうじゃないよっしゃー、ルントや、ルント1ポイント。よっしゃー、よっしゃー、すごい、これよく感じた。同じ匂いを感じる。いや、そうそう、同じやし、ルントと一緒やったらデブって言われる必要がなくなるっていうそんなお前その狙いやったの、お前その狙いは。マル、じゃあ次の問題いきましょう。はい、はい、ね、はい。最近あった面白いことは。
ずいこと言いません。それ完全にはでもアスカちゃん有利の問題ですよね、これ。面白いこと。じゃ面白いってのはやっぱその面白いってことね。いや面白いですよこれ。ファニー？ファニー。いや、やばい、しょうがないこと考えてもらった。いや別にいいよ。ハル君に夏が来たとか。おもろい。まあじゃあ一つ金というとチーム花であるじゃないですか、うん、このメンバーのあるメンバーに関するお話。おお、これはヒント。なるほどなるほど、あるメンバー。それはでもでかいヒント、でかいヒントですよ。皆さん回答オープン、はい、せーの、ドン。焼肉屋さんでノエリンに遭遇。おお、ありましたね。はいはい、マコ、Tinder で見バレしたら開き直って花店編集者として生きりがち。でこの歌全部俺のな、オールマイティ意味が分かる。あー、それあれな、お前の 謎解きね。謎解き、デンガさんが解いてたんです、この謎解き。ありましたね。じゃあちょっと回答見てください、はい、僕の奥さんの友達とマコが Tinder で繋がったことなんです。ということで、Tinder という名前を出した。 0.5 ポイントこれ。おっしゃい、これはもうでもマコ Tinder って出てる時点でもうこれすごいだろ。1でもええかな、これ1ポイントかもしれない、これ確かに。どういう気持ちでした、それが、僕の奥さんの友達だったという聞いた時。俺はここに何をしに来たんだ。今ですね、アスカ2点、花尾キムが 4.5 点です。おぉ、やばい。ちょっとこれ、二の君案件ちゃう、これ。いや、二の君案件かもしれない。二の君案件ちゃう、これ。あと2問ね。はい、行きましょう。頑張ろう。アスカに何かを買ってあげるなら、何を買いますか？やっぱ嫁もん来た、嫁もん。これはもう系統が合ってたら正解にします。いや、でも俺分かった。はい。あ、俺これで言うと思う。これ分かった。電眼ってそもそも物を知らないんですよ、うん、何の化粧品がいいとか、そのどのメーカーの何がいいとか分からない。つまり逆に言ったらその範囲が絞りやすい。なるほど。これはどこどこのお皿とか、そんな絶対ない。あとお皿とかは絶対ない。ない。やっぱおしゃれなもの 100% ない。すごいわ、やっぱ相方ってやっぱすごいな。すごいな、相方ってやっぱすごいな。これは逆にこれ以外やったら俺もうお前ちょっと処刑もお前だよ。マジでそんなに、そんな一択やったな、これ。マジか、すごいな。まあ、先に据えすぎて赤ちゃん本舗とか言い出したらちょっと渋いけど。せーの、じゃん。ルンバ。旅行に着ていくドレス。おお、なるほど。海外旅行ね。僕はジャングルジム。いや、お前尖りすぎやろ、お前。尖りすぎやろ。じゃあ回答いきましょう。ちょっと今日は気合い入れて旅行行くぞみたいな時に着るいい服を買ってくれ。だよな、だよな、すごいよ、すごいよ、やっぱりすごいよ。そうだよな、こいつやっぱすごいよ、やっぱり。出たぜ。しかもこの後にドレスって言ったら2点って言ってんだから。だからドレスとも言ってるから2点だよ。服関連の回答ができてれば1点、ドレス系みたいなワードだと 1.5、 あ、2にしよう、2点入る。これもうね、満点回答なんですよ。これやばいっすよ、やばいやばい、嫁より嫁ですよ。これマジやばい、マジで嫁より嫁だよ。これマジですごい、シュートめの壁だよ。次が最終問題になるんですが、はい、現在ですね、花尾キムチームが 6.5 点、そして、アスカが2点ということで。どうしたよね、新婚さんか。まあだからニュアンスも出会って3日か。だからもうニュアンスも全部正解で、完全解答、本当に完全解答したら5点とかありえるんで。完全解答で5点、全くの完全解答で5点、もうどの要素も抜け落ちてない。アスカのいいところは、それね、それか。いや、だからいいよ別にね。複雑、複雑なことを言ったつもりはない。はい、ということで、ということです、はい、最終問題、答えをどうぞ、はい、せーの、おい。お互いの趣味を楽しめるところ。あー、僕は自然体で何でも話せること。僕は、中学までの知識、俺よりすごい。いやいやいや、ナイスナイスナイス、ナイスモーラー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 、いい最下位だよ、ここ。まあでもまあまあ、いいとこついてますね、皆さん。はい、ということで、答えこちらです。ノリがいい、ノリの相性がいい。抽象的なこと言うと、フィーリングが合うっていう。フィーリングね。だからノリがいいです。なるほど。僕のノリと一致してるということ、そういうニュアンスのことが書かれてたら正解です。ということで、これは全員不正解。不正解。いや、全部、まあ、逆に言うと全部正解ですっていう感じになるかな。これももちろん正解で、これももちろん正解なんだけど、今回は
あの回答が完全回答の答えです。はいはい。ということで今回の企画、レンガ王はなんと花尾キムチーム。うわー、花尾がもしかしてこっちがちょっとファインプレーが多すぎて、多すぎて、ちょっと1年後ぐらいにもう一回やりますか。そうです、まあまあまあ、いやいやいや、来年期、来年ね、はい、リベンジで、リベンジでね、レンガ予備校入ってるのもんやから、これ。そうそう、確かにね、レンガ予備校入ってる、レンガ予備校ずっと入ってるのもんやからね。というわけで、レンガン君のまあ嫁、まあ嫁、まあまあ嫁、まあまあ嫁まあまあ嫁が、来てくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。